マイケル・ジョン・ムア・コックは、イギリスのファンタジー作家、SF 作家、編集者。1960年代に、ニュー・ワールズ誌の編集長として、SF のニューウェーブ運動に大きな影響を与えた。また、エルリックシリーズをはじめとするファンタジー、エターナル・チャンピオンシリーズで知られる。名前は、マイクル表記もある。1939年に、イギリス、 ロンドン南部のサリーシューマイケムで生まれる。少年時代から ER バローズの作品やマービンピークのゴーメンアーストを愛読。1956年17歳頃から創作を、始め1957年にコミック誌ターッツアンアドベンチャーにソジャンザ・ソーズマンを発表、その翌月号から同志の編集長となる。1958年にセクストン。 ブレイクライブラリー誌の副編集長となり、少年ものの SF、ファンタジー、ウェスタン、歴史小説などを執筆し、また、ニューワールズ誌の編集長、ジョン・カーネルらと知り合う。1961年に、イギリスの SF 雑誌、サイエンス・ファンタジー誌6月号に、エルリックを主人公とする中編、夢見るとを発表。多元宇宙、永遠の戦士といった概念によって繋がれた。 英雄たちの物語で人気を馳せた。1964年には25歳の若さで雑誌、ニューアールズの編集長となる。ムアコックは編集長就任後、ニューウェーブ、SF と呼ばれることになる作品を多く掲載するようになり、その過激な編集方針でカリスマ的な地位を占めた。1966年に発表した、 この人をミオで1967年のネビューラ賞を受賞。イギリスのサイケデリック・ロック・バンド・ホーク・ウィンドと親交があり、彼らのライブにたびたびゲスト出演しているほか、1975年、ホーク・ウィンドのメンバーなどと共に、マイケル・ムア・コックザ・ディープ・フィックス名義で、ユナイテッド・アーティストより、アルバム、ニュー・アールズ・フェアを発表している。また、アメリカのハード・ロック、 ヘビーメタルバンドのブルーオイスターカルトとも親交があり、ザ・グレート・サンジェスター、ブラック・ブレード、ベテラン・オブ・ザ・サイキック・ウォーなどの作詞を手掛けている。1994年にイギリスを離れアメリカに移住。2003年現在は妻と共にテキサス州オースティン郊外に在住。1978年に離婚した前妻との間に二人の娘と一人の息子がいる。 ロバート・ E ・ハワードの英雄・コナンシリーズを愛読し、ヒロイック・ファンタジーの独自路線を構想。彼の作風は後にアンチヒロイック・ファンタジーと呼ばれた。これは彼の描くヒーローが従来の筋肉に物を言わせるタイプではなく、生まれつき巨弱であったり、身体的ハンディキャップを持っていたり、平凡な一パン人として生活していたりするところからつけられた。 グローリアーナで1979年度世界幻想文学大賞長編部門大賞を受賞。ありがとうございます。